多分、今年はここまで下ろします。ここまで下ろします。で、1本上げておきます。で、本当はもう少しこのいいものを、弱いものの方がいいんですけども、まあ、あといいものないんで、ここまでを。それで、まあ、多分あのこれとこれが一番上の種子になります。それと、あとはこれとこれになると思います。で、あとこれに対して、日陰を作るもの、あるいはその邪魔をするものを積極的に。ですから今年はこれと、これはここで来ますから、こちらね、遠くからこちらはもうあの何もあの起きません。で、これとこれか、でこれとこれになりますので、あと下の方はですね、あまり太くならない程度に置いておきます。で、ここら辺ちょっと重なってますから、多分この下のを取ると、その辺のも、ね、あとは、ここもそうですね、ここもちょっと混み合ってますので、上を取るか下取るか、あのちょっと指切ってみないとわからないんです。で、これはちょっとあれなんで、枝だけ払ってみますね。今あの一旦払っておりますけど、あの、手前の皆さんのですね、向かってどうだろうな、銀河の方の枝に一旦締めるということのご理解いただければ。で、あのこちらも当然切ります。もうこれ以上あの高さのある枝がいりませんので、それほどあの、ホメさんのおっしゃる通りですね、日陰になるものを、まあ、丸梅の場合はですね、強いんであまりここを切っちゃうとこれが上がっていくんですけども、この台にはそれほど強くないんで、思い切りで切ってもそれほど暴れない。で、そのあとはですね、この下を置くことによって、あのこの特徴として下枝が強くなるという特徴になって、置くことによって下枝の方が強くなって上はそれほど甘くなる、こういうことだから。ですからそこの辺はちょっと丸ばかり道とは違うんだと思います。で、残すものはこれじゃねえんだな、 先狩りしてあるからこれだ、これとこれですね、そっち狩りしてある、これしてあるな、こっちはしてない、あ、すいません、これとこれ、これとこれですね。で、去年のはあの残すものは先狩りしておきましたから、それで、これ残すってことになると、これあれなんだな、ちょっとまあいいか、1年ぐらい置いておきますね。で、先端はですね、1本にして、この場合やや強く半分ぐらいに切る、先端だけね。で、下の目で、そうしますと、半分の下ですから、ここになります。で、あとここに背中のものは、外していきます。はい。ここでいいですかね。大体こんな感じ。あとここ行きます。これも、去年下の目で切りましたから、上の目が伸びて、下の目を、変形してるわけですよね。で、今年ももう一度同じものにします。こちらを取って、うん、こうなって、背中のものは取って、かな。これちょっと、これちょっとあの、元すぎますので取りますから。こんな感じになる。これとこれな、それとこれ、そうそう、あとこれ1本外します。